はい、新たに始まりました。次のね、作品というか作業しますものはこれですかね。ワーゲンビート、海外製。どこのメーカーだったかな、これ。これをですね、マフラーも取れてないね。ちょっと作りがですね、雑いので、暑いので、ここに置いたら見える。これ、タミヤさんのね、同じビートルなんですけども、これと比べるとかなりね、雑いので、まあそれはね、いい悪いまた別として、まあそういうもんだということで。で、前々からチラッと言ってたね、これを今度チョコレート色に塗装し直します。その今日第一弾として、ボディを塗装するために分解していかなきゃならないですよね。で、ワイパーもこれペタッともうくっついた形になってるので、まあ、いろんなところがね、ここストーンってなんて言うんだろう。作り方の構造が、例えばタミヤさんと、これ、タミヤさんのやつなんですけども、結構正確に作られていて、こんなストーンじゃないですよ。こう、丸か R がついてね、入り込んでいく。で、三角までもただここにこうあって、だピラーのところもこう丸くしていかなきゃなんないですよ。この R がついていて、それがなってない。で、ヒンジがこれひどい。開閉するために作られているヒンジなので、これは、こんなのいらないですね。本当はこれなので。で、ここに、ピラーがこう、薄いピラーがこう立つので、それもない。各所を直していきたいと思います。その上で、チョコレート色に、塗装するんですけど、ダブルバンパー、同じダブルバンパーなんですけど、これタミヤさんもなかったんですけども、バンパーステがですね、下にこう、太いのがこうありますね。で、ここに、穴がつくであろうというところに丸い、なんかね、プラスチックの突起があったんで、そこを穴開けて、細いステつけてますけど、こういうものなんですよ。これもね、再現していけたらなと考えつつ、だから、ただ全塗装するんではなくて、かなりの改造が必要になってきますね、これはね。とりあえずね、これバンパー今ポロンって取れましたけど、ボンネットもね、取れる自体がおかしいね、これ。っていうのは、ただこういう風になってて部品がね、見えるのかな、見えてるのかな。こうなっててですね、ここは、ただのボックなんですよ。で、ボディにペタンとこうね、ダボほぞがあるわけでもなく、ただつけろと。ただつけろと。そういうふうにね、なってるので、これも簡単に取れちゃうんですけども、これひどいなという感じですね。で、前々からこれはね、直したいなと思って、もう、糊も甘くなってたんで、取れます。あ、取れたね。完全にボディ。まあ、エンジンも、まあ、作ったんですよ。で、内装とかね、この辺は OK だと思うんですけども、実はワーゲンって、ビートルってね、ここまでボディ色なので、ここも直していかなきゃなんないですね。外します。外れた。ね、簡単に。このパーツも。ヒンジの。多分これ使わないんだな。っていうのは、今度直すときはもう開かないように接着しちゃうので、この後ろ側。もうしてありますね。ここ黒塗ったけど、私なんで黒塗ったのかなと。これボディ色なんですよ、実は。フェンダーの中って。これ間違ってますからね。で、こういうふうに開閉できるんだけど、これ全く意味ないので、
残酷にも切り落としてしまいます。これ使わないので、あまりにもひどい作りだなと思って。物によってはね、海外製のものとか窓も開くようになってるんですけど、それもいらないですからね。上げ下げがね、できるようになったりとか。全部埋めていきます。削ってね、きれいに。で、ドアハンドル、これもバラして、取れるかな、取れた。よいしょ。で、窓も外しちゃって、ここを相当削っていかなきゃダメだね。で、外したパーツはね、紙の小袋ちょっと足りないので、なくしたら困るので、これに入れていきます。ビニール袋に。まだね、914もやってる最中ではあるんですけども、もう気になってしょうがない、これ。あらら。私これなんか、サンバイザー作って貼ったんだね。私。あ、ほら、落ちてなくなった。いや、あると思う。探せば今。ルームミラーが落ちました。ちょっと探しに行ってくる。ミニチュアビル。なかったら作るので。ちょっとね、考えてるんですよ。914のミラーも、これね、あるんですけど、すっごいこんな分厚いですよね。これおかしいんで、ちょっと考えてます。で、ドア外します。窓外します。窓一体だね、これ三角窓とね。とりあえずドア取って、外れた。これもそうでしょ？これもダボほどないんですよ。ただペタンとつけろと。いや、これね、多分劇的に変わりますよ。かっこよくなれます。なります。で、前回の水色のタミヤのビートルはキャルルックって言って、こう、モール類を全部ね、わざと削ってなくしたんですけど、今回は普通のベーシックなスタイルのものを作っていくので、モールを逆に活かしていくっていう感じですね。その前に全部ぶっ外していくという、この作業から入ります。ただ、窓も、一回接着してますからね。こういう風に塗料だとかいろんなの残ってるんで、これも削っていかなきゃならないかな。で、ヘッドライトですけど、これね、自作なんですよ。銀メッキで、ただこう、ライトの形になってたんで、これ作ったんですよ。これもなんか新たにね、また作らなきゃならないなと思ってます。6ボルトっていうスタイルのライトのカバーになってるので、取れるかな？取れなかったらマスキングでいきますけど、できれば取りたいな。お、落ちたね。これは見つかった。これはね、保温ボタンの穴ですけど、なんかやたらとでかいね。こんなでかくない。この縮尺完全間違ってます。これもどうするかね、考えていきます。こんなでかくない。タミヤさんのと比較してみる。ほら、縮尺はちょっとこっちちっちゃいけども、でもそんな大きくないでしょ。このぐらいですよ。もうちょっと考えていかなきゃならない、ね、悪評してるわけじゃないんだけど、どうしてもね、比較してしまいますね。こうなってくると取れないよ。こういう時はですね、ナイフですね、指も一緒に落とさないように外していかなきゃならないですね。それには、カッター入れる先には指がないという。あ、ライト取れた。これ多分ね、もう曇ってるから、ライトカバー作り直し。どんどん取れるとこからパーツ外していって。よしと。おっつ、また消えたか。多分ね、これ作り直しになるような気がして、ここは。まあ後で探します。ウインカーね。ウインカーこれは活かしたい。このサイズがいい。全部がダメではないので。ライトカバー外れ、あ、ライト外れた。よし。
こっから始まるわけですよ、すべては。後ろから、前からはみ込みでしたね、これね。よし。で、ここは、タミヤさんのやつは別パーツになってましたけど、これ一体化になってます。あの、ステップ。サイドステップですね。だってここ問題だよね。ウィンカーじゃなかったの、ワイパー。これはちょっとどうしようかな。作り直した方がいいような気もするんですけどね。テール。テールはね、これマスキングでいっかな。どうしよう。このレンズだけ外すかな。あ、外れんわ。無理にやらん方がいい。これマスキングでいきましょう。ということでね、だいたい基本の、このちっちゃい、あれ、あれですね。ハンドルも取って、あれ、これ失せてるな、このハンドル。これ作り直しですね。こっから始まります。こっから始まって、だん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 と、このエンジンを生かすんだけど見えないと。室内は OK。っていうところですね。はい、いい感じになると思いますけどね。お楽しみということでよろしくお願いします。始まります。